関空ですわ。関空見えてないけどね。今朝の5時で、ここはリンクタウン、関空の隣の駅でリンクタウンって言うんですけどね。そのリンクタウンの、降りてすぐの、でっかいタワー立ってるでしょ。そのタワーのホテルです。ゲートタワー、スターゲートタワーホテルかなんか。これもね、今日ちょっとエリミさん、いつもお世話になってるエリミさんにね、撮っていただきました。いやー、ほんとありがとうございます。ん?そう。で、今日ね、エリミさんと一緒に宮崎行きます。ん?で、去年もね、宮崎行ったでしょ。あれの、1年ぶりの、ん?全く同じ、あれですね。ん?エリミさんの会社の社員旅行ですよね。ん?そこに、ドスコイが、フリー関西人がね、このフリー関西人が混ぜてもらって、で、行かしてもらうっていう。ちょっとね、今朝の5時なんですわ。言ったっけ?もうそれも覚えてないですけどね。朝、飛行機がね、朝めっちゃ早いんです。だから、エリミさん、このホテル取ってくれてね。はぁ、朝早くで気狂ってますけどね。これ、見えてんの。これ、大阪の湾岸線ですよね、このね。高速道路。うん。で、臨海工業地帯が見えております。それは別にええかな。で、これ目の前、これ、リンクなんとかホテルです。ホテルで、病院です。深刻な病気とかになっても、こういったら大体治してくれるんちゃうかな。で、あれね、泉佐野の駅前の、これね、景色です。やっぱり泉佐野ね、そんな正直そんな都会じゃないんですけどもね、この駅の近くはやっぱりマンションとか建ってね、まあ都会です。はい。じゃあちょっと、ここ見てみて、これ。戸建て、あれ見て、これね、戸建て。おー、綺麗やね。整列して、びっしり並んであるわ。はい。で、ちょっとチェックアウトします。5時50分の電車乗っていいかな?あかんのですわ。今日7時10何分の電車でね。はい。これね、これ見てみて、これ。これ財布なくしたから、これ、チェーンつけました。うちのね、おかんがね、じゃなくて、おかんがね、これ、ほら。チェーンこれつけてくれました。だからこれね、どっか置いといて、忘れてそのお菓子も、はい、なくしません。いやー、これは便利やね。ええー、ねー。ん?で、今回宮崎で財布をなくすことは絶対にありえませんので、んで、これからも、無一文シリーズ、財布なくして無一文シリーズというのは、もう今後一切ありませんので、ん?ほら、間違いないのでね。ベトナムが最後です。これね、リンクタウンの駅ですわ。左が JR、右が南海。もうどっち乗ってもいいんです。どっち乗ろうかな。改札は一緒なんですけどね。リンクタウンで入る時の改札は同じ。出る時は違うんですけど。で、値段は一緒かな。多分ね、この JR 乗っても南海乗ってもね。で、南海の方が多分先来るんかな。5時52分って書いてあるわ。ね。で、JR は6時4分でね、ちょっと遅いんです。うん、だから今から何回乗るんやろうね。もう全然把握もしてません。ちょっと気狂ってますね、さっきからね。ん?はい、早く来えへんかなぁ。あー、よく見たら雨降ってるわ。今6月でね、梅雨入りはしないんやけども、その手前ぐらいなんです。じゃあ宮崎今から行くのに、宮崎で雨降ったら最悪ちゃうなぁと思うかもしれませんけども、今日宮崎は、曇りかな雨じゃないって、うちのおかんが言っておりました。ああ、逆方向さっき来ましたわ。お、新型車両、ええー、ねえ。ああ、でもフリー関西どんどん来れちゃうんですわ。こっち側に来る逆側なんですわ。向こう側は新型だけど、フリー関西乗る方はどうかな。お、フリー関西乗る方も新型車両でしたわ。新型車両ちゃうんかーって言いたかったんですけどね。逆に今は古い車両来てほしかったんですけど、まあいいです。あ、結構人乗ってるね。こんな朝早くから。みんなこれ働く人やろうね。関西空港で。飛行機乗る人もおるか。はい。で、いきなりもう飛行機乗るシーンです。こっからテンポ早なりますよ。はい。で、これに、ね、一番前の方の席取っていただいてね。前の方ってか一番前やね。だから CA さんの働くのはよく見えるんですわ。はい。で、もう着きました。はいや。めっちゃテンポ早いでしょ。これよく言えばテンポがいい。悪く言えば、あんまちゃんと撮ってないというか動画をね。今回はね、楽しむ方を優先しようと思いましてね。はい。で、これエリミさんですけどね。これマンゴー買いに来ました。はい。で、その後は青島です。ここも一回来てるんですけどね。もう一回来させてもらいました。ここ恋愛の神様というか、縁結びですよね。フリー関西人はもう一生独身と決めておりますのでね。決めてるというか、もうそうせざるを得ないという感じなのでね。あんまり意味はないんですけども、でもやっぱここ景色いいのでね、来させてもらいました。
空めっちゃ綺麗ですね。空見て、空綺麗やね。これね、願い書いてここになんか入れるって、水に溶ける願い符。うーん、ちょっとやろうかな。100円入れてね、入れて引く、あ、出てきましたわ。願いを書いたらいいんですよね。でさっき願い事だけ書きます。死にたくない名前書いとこう。苦しんだ、死にきれてなさそう。じゃあ叶わないのかな。これね、中に入れて、でなんか割れたらいいみたいでね、ちょっとあの100万再生を祈願してちょっとやります。はい、100万再生、よーし、行くぞ。できるかな。あ、エルミさん入った中、エルミさん中入った。あ、よかったよかった。よし、ほれ、あー、惜しいなそう、あのフリー関西人ね、いつも中途半端なんですわ。よく考えてみたら100万再生とか言って願いかあの込めたけど、100万再生1個あったわ。1個やな、あったわ別に願う必要なかったわ。うん、まあ、でも100万再生だいぶ前の動画やからね、最近ないから。はい、その後はね、この花キッチンいうところでご飯食べさせてもらいました。チキン南蛮とエビフライです。これも美味しかったわ。小倉、今回小倉行ってないんですけどね。ここも小倉のチキン南蛮に負けへんぐらい美味しかったですよ。あとこれビール飲ましてもろてね、ほろ酔い気分で気持ちよかったです。で、これ青島にあります。あ、チクチクチクチタン。プリンちゃん、ね、でっかくなっちゃって。うわー、うちのプリンちゃんよりもだいぶでかいな。おー、綺麗な海とプリンちゃん。おー、うちのプリンちゃんよりこの皮膚が明るい色してるね。で、甲羅も明るい色やし、全体的に明るい色してるね。プリンちゃんね、こっちのプリンちゃん寄ってきてくれへんの。何してんの。うちのプリンちゃんより何考えてるか分かれへんわ。何考えてんの。かわいいね。はい、またモアイ見に来ました。やっぱ宮崎言うたらこのモアイですからね。でさっきあの亀さんおってね、プリンちゃんいましてね、プリンちゃんといっぱい遊んだ後にここに来ました。やっぱここね、まあモアイ、あの世界で唯一許可を得て作ったあのモアイですからね、本家の許可を得たモアイ。はい、で、その後、マンゴーパフェ食べに行きました。やっぱ宮崎言うたらマンゴーですからね。いや、美味しかったわ。ちょっと一個はみ出てるけども。で、これがね、マルマンの地鶏です。これフリー関西人が思う宮崎で一番美味しい食べ物です。朝締めのね、まあ、美味しいんですよ、とにかく。はい、で、これがね、エリミさんがいつもごひいきにしてる鳥心さんです。エリミさんがね、宮崎のいろんなお店食べ歩いた中で、この鳥心さんが一番美味しかったっていうことでね、時々こうやって貸し切りにしてるんですけども、そこにフリー関西人が混ぜてもらいました。で、これ、マスターズドリーム、これ飲ませてもらいました。めっちゃ美味しかったわ。で、ここの鳥心さんの地鶏もまたね、マルマンたち違ってね、柔らかい感じで、これがまた美味しいんです。ジューシーやわこれ。で、あとこの鳥心さんはね、これ鶏のレバ刺し食べれるんです。あの牛のレバ刺しとかあるでしょ、あれと同じような味でね、めっちゃテンション上がりました。で、これお猿さんです。これお猿さんに会える島があってね、名前何やったかな、ちょっと忘れたんですけども、あ、でお猿さん結構ね、これ激しいんですよ。これ優しくなくてね、結構ねギャーとか言ってきます。でもこうやってね、あの赤ちゃんもおったりとかね、ほら可愛いやろね。あー、可愛いわこのお猿ちゃん。あのお乳飲んでましたよ。やっぱり猿ってやっぱ人間近いでしょ、だからすごく親近感が湧きました。で、これあの黄昏ております、猿さん。で、これまたあのなんか足の匂い嗅いで美味しいんかな、なんか足で遊んでるお猿さんもおられました。はい、で、まあさようなら、そのお猿さんの島ということで、この動画も終わらせていただきます。ちょっとね、雑な動画やと思うんですけど、だいぶ雑やと思うんですけども、もう途中から撮影、その仕事放棄というかね、もう遊んだらええんちゃうのみたいな感じになってますから。で、これあのお猿さんの形した岩です。お猿さんに見えますね。